私たちの研究室の名前はメカトロニクス研究室と言います。メカトロニクスという言葉はあんまり聞いたことないかもしれませんけど、メカとエレクトリニクス、これが両方合体したような研究室の名前になっています。メカっていうのは機械ですね。からエレクトロニクスっていうのは電気とか電子です。ですので電気と電子と機械、こういうのがベースとなってロボットっていうものを作っていることになるんですけども、まあ、そのロボットの中にはそういった電気、電子、それから情報とか機械ですね、こういうものが合体して初めてロボットとして機能することになりますので、まあ、私たちの研究室では非常に多くのことを学ぶということができます。ロボットを作っていくにあたって私たちが一番重要視しているのは生物なんですね。生物から学んで生物の不思議を解き明かして、それから生物を超えるようなロボット、こういうものを作っていきたいと思っています。で、そういったロボットをどこに適用していくかということですが、やっぱり自然から学んで、自然の脅威ですね、災害とかそういうものから私たちを守るっていうこと、そういう災害対応にですね、私たちのロボットを使っていきたい、そういうふうに考えて今ロボット開発をしています。私の夢はですね、2050年までにロボットの技術を使った国際救助隊を作りたい、サンダーバードというテレビの番組があるんですけども、ぜひそういうことが実現できればなというふうに思っています。京都大学はですね、非常に自由な校風だと言われています。それは発想の自由だと思うんですね。なので夢っていうのもなかなか実現できないし、それ本当っていうようなこともたくさんあると思うんですね。ですので京都大学ではそういったことにチャレンジする発想の自由な方ですね、これが本当羽ばたける、そういった大学だと思う。ぜひ京都大学と一緒に勉強研究していきましょう。